はい、始まりました。マチチャンネル。さあ、今 SNS 上話題のニュースでございます。まあ昨日ね、国立大学っていうのがトレンドって書いてあって、一体何なんだろうって思ってね、見てみたら、はい、国立大学の学費を150万円へ上げる提案がなされたと。はい、なんか新聞で出てきててマジかみたいにねなっていたんですけども、どうやらですね、慶応義塾の塾長でございます、義塾長のですね伊藤康平さんがですね、そのことについて述べたということで、その中央教育審議会高等教育のあり方に関する特別部会というですね、はい、そのそこでの発表の内容が記事になっていたんで、まあ資料はね公開されてますので、文科省のページだったかな、はい、そこで公開されていて、でそこを読んだら、まあ確かにその提案は書かれていましたね。はい、書かれていて、いや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 、そんなのありえないでしょうっていうのがね、今ボーンと声がすごく出ている状況でございまして、まあそりゃそうでしょう。国立大学が150万になっちゃったら、そりゃ大変なことですよ。今のと55万の約3倍ってことでしょ。そんなことになったらさ、成立しないでしょう。まあもちろん慶応にとってはいいことずくめでしょうけどさ、まさに私立と高校立をこうね、対等な立場で競争させるっていう内容だったんで、いや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 、いや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 、そりゃね、私立側からすりゃいいかもしれないけど、公立側からしたら止まったもんじゃないでしょうって思うんですよね。そんだから慶応のね、その一応発表の論理としては、今もうどんどんね少子化で大学が減ってってると。まあそうですね、まあまさに減ってますよ。もうどんどん潰れてってる。短大なんかボン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 なくなってますよね。そのなくなってるっていうことに関してはね、オンラインのニュースで毎日のように出てますね。ここも募集停止しましたとかって出てると思うんですけど、だからそれをねなくすためにはね、国立の学費を上げて、それで同じような競争にすればいいのだみたいに言ってるんですけど、そんなことしたら学費困ってる人たちどうするのよ。お金ないからさ、行くわけじゃないですか、国公立に。多くの人たちはそれができなくなっちゃうってことでしょ。そんなの認められるわけにはいかないでしょ。だからこそ国公立っていうのね、重い入試と言われるね、たくさんの教科数があって、でそこで頑張って勉強するわけじゃないですか。まあよく私私分って言われますけど、千葉大受かってますから、はい、だから数学だって理科だってやってますからね、私ね。勘違いしてる人多いですけど、私立と公民両方やったから、普通の人より多かったんですからね、当時ね。慶応の小論文もあったから、たくさんの科目やってますからね、私ね。で、いろいろとちゃんと論理は書いてあります。そこのね、55万円を150万円に上げるんだ、これで私立たちは救われるしかね、見えないと思うので、ネット上に上がってるやつを見ても、まあ一応、論理は書いてあります。どういう風にするんだ、いや、国立の人たちどうすんのとかっていうのも書いてあるんですけど、書いてあるけど、そんなこと言えんのっていうことですよ。まあ、ちなみにメインのトピックとしては、5年制にする私立文系をっていうのがね、一応書いてありました。こう4年足す1年、修士1年っていうので、5年のセットにしようっていうので、動きましょうっていう、そういう話でしたね。まあ1年、まあイギリス系だったらね、1年で終わりますからね。そもそも、ね、その4年のうちでかなり深いところまで学べると。そのと高校っていうのもちょっとイギリスシステムが違うので難しいですけど、その大学に入った時点でもうかなりのところまでやってる状況じゃないといけないので、その一般教養とかは相当終わってる状況で、それでやるから5年で修士まで取れるっていうのが、まあイギリスのシステムなんですけど、そういうのを日本でもね、導入する似たようなものですね。完全に同じじゃないけど、高校は違うんでっていうのが、はい、まあ求められるようになるっていうのが、まあ一応メインのそれがトピックだったんですけど、ただ書いてあるちゃんと国立大学の学納金、それを150万円程度に設定することによって、国立大の収入体系の中で利益者負担率を上げながらも運営費交付金のレベルを調整することで、全体収入は現状からの増加を目指す、公立大も同様の扱いとするっていうことなんですが、今考えるとですね、まあ表がいろいろと用意されているんですけど、基本的には国からもらっているお金がすごく国立公立はね大きいわけですよ、比重がね。で、私立大学はそれがとても少ないと。それで自分たちで学費取って稼ぐわけですけど、で結局その交付されている国立大学っていうのは、その国からもらっているお金だけでもう私立のこの運営費を超えちゃってると、それよりも多い状況で、でプラスで学費も取っててっていうので、ドーンとすごい国公立、まあ、特に国立ですね、難関国立、有名国立はものすごくお金があるんですよ。実は皆さん
まあ、見えてないと思いますけど、お金ってね、そう、そういう風にドーンとお金があるんですね。だから私立よりはるかにもらっているし、まあ、実は寄付金とかもすごいんですよね。ということで、もうはるかに多くの額を持っていると、まあ、だからもう2倍以上国公立とか国立の方がお金があるんだっていうのが、まずこれが言っていることです。で、2倍以上もお金があるから余裕で運営していけるわけですよ。だから私立は戦えないと。で、それを変えるために、まず国公立側の取るお金を上げる、私立と同じにするんだ。もうこれがもう論理がもううーんって思うとこなんですけど、ここがガンと上がると、そうすると国からもらうお金は下がると。で、国からもらうお金は下がるけれども、100万円分が増えるわけじゃないですか。それによって4300億円年増収できるって書いてあるけどさ、いや、まず国立大学にわざわざ行かないっていう人はね、一定数出る可能性あるから、だからそれは本当に成り立つのかっていうね。それでも国立行きたいってなるのかっていうことだよね。家の近くでいいじゃんってなっちゃいそうだけど、まあ全体的には潤った状態を保てるんだっていう、そういう感じの内容だったんですよね。でもそうすると当然受験したりね、大学入ってってなる学生の負担がすごく増えちゃうわけじゃないですか。どういうこと？もう確かに私立はね、競争がいよいよ国公立とね同じようになったらさ、まあ、バトルできるようになるかもしれないですね。同じ土俵に立てるっていうね。まあ私そうも思わないんですけど、実はここも違うと思うんだけど、この前提が間違ってると思うんですけど、まあわざわざ国公立だって言って一生懸命ね勉強していこうとしていた人たちが、ね、私立でもいいじゃんって言って私立に行くようになって、同じ学なんだからじゃあもっと簡単に入れる私立にって言って私立に行くようになると、そうすると私立大学も潰れないで行くことができるってことね。そう、人口は減るけれども一応大学に行こうと思う人は増えてる、大学進学率は増えてるんだから、ね、この人たちが平等にとは言わんけど、まあかなり分散される、分布されれば私立の大学も公立の大学も人は変わらないんだから、潰れなくて済むよ私立がっていうことなんでしょうけど、いや、そうは問屋が下ろさないわけですよ。じゃあもうそんなね、学生たちめっちゃお金払わなきゃいけないわけだから、そんなん嫌だよってなるに決まってるじゃないですか。一応ここに書いてある内容はですね、さらりとしか書いてないですけど、ちゃんと奨学金を用意するって書いてあってね、その奨学金を用意してその人たちが行けるようにするっていう風に書いてあるけど、そうか、そんなことできる？難しすぎると思いますけどね。奨学金ですよ、私はここをすごく疑ってます。日本の奨学金ってさ、借金なんだもん。返すものがさ、ほとんどじゃないですか。無料じゃない。アメリカって言ったらね、奨学金って別に返すものじゃないです。スカラシップっていうのは返納するわけではない。それに対して日本の奨学金と呼ばれるやつはスチューデントローンですから、ほぼほぼ借金なわけですよ。だから返さなきゃいけないわけじゃないですか。じゃあそれで成り立つのかっていうのが、まずおかしなところですっていうので、でそれでなんでそれを国立大はもう間に合いかんのじゃっていうわけですよね。今ちゃんと国からすごいお金もらってるのに、それをどかしてまで上げる必要はあるの？一応それで4300億円増えるんだからと言われてますけど、それでよっしゃって動くかっつったら動かないでしょうね。人気下がっちゃったら意味ないからね、元も子もないです。でそれで慶応の例を挙げてるんだよね。ほら、慶応義塾大学はこうやってね、学費上げてきたんですよっていう風に書いてあるんだけど、上げてきたんですよの例を挙げてどうするんだろうって思ったんですけど、2000年では90万円だったのが2008年9年10年とかでポンと上がってるんだよね。今140万円ぐらいですよって出してるわけですよ。慶応はほらこれだけ上げたんですからって言って、ただまあこの140万っていう数字も別に、あの文系そもそも140万払ってないよね。授業料が92万だけどね。あ、ただ施設利用料とかもあるのか。そうするとまあ確かに110万ぐらいは文系払うけど、そのさ、理工学部とか、まあ医学部なんてから授業料300万ですから、で理工学部が130で、薬学部とかさ170万とかあるからさ、で総合政策とかが100万かとかあるんで、その平均がこの140なんじゃないのって思うんですけど、この数値だけではきちんと表せてないぞって思うんだけどね、内情をね。まあという理由でやるんだそうです。どう思います？これはなかなか難しいというか、無理でしょ普通に考えて。それをおし OK だって言って言う国立の人たちはいないし、なんたってまあ受験生、そしてその親の方々からものすごい反発を受けるでしょう。さすがにそれはっていう感じだと思います。3倍にするっていうのはね、無理だと思いますよ。伊藤さん、名前が公平なのに公平じゃないって言われちゃいますよ。
ということでした。まあ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 こんなことになっているとはね、はい、ちょっと驚きましたけど、皆さんどう思われますかね。 いくらね慶応出身だからといってだからかええー、って思いますけど、まあまあ慶応の大学院はね安いっていうので有名でしたけど、昔はねもう国立並みに安いんだよとかってよく言われてましたけど、まあ結局ね東大に入っちゃったんで自分自身はね、はい、行かなかったんですけど、今はさすがにこれはまあ燃える案件かなと思いますね。たくさんの反対意見が出るんじゃないかなと思います。はい、そしたらぜひコメント欄でお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。